まあ、まあ、古谷とは1500年ほどの間に、まあね、市役の40数人の人が、まあ、書きまとめたものですけども、ね、旧約、ね、新約、ね、いうことで、まあ、あのいろんな著者がですね、この書きまとめた、ね、ものをですね、バラバラではなくね、一貫した、ね、全体としてまとめてね、もちろんここにはですね、まあ、徐々に掲示されてきたというね、まあ、前進性ね、ね、ありますね、いろんな形でね、いろんなポジションにある人たちがこうね入っているね、でそこには、まあ、ものすごくね多様性もねあるんですね。パウロみたいな、ね、論文のようなローマ書のような点もあればね、まあ、もっとこう、まあ、庶民的大衆的なねペテロの手紙のようなものもありますしですね、ヨハネの黙示録なんかはですね、ヨハネはまあ本当になんかこうなんていうか、ドラマのシナリオのようなね形で、1世紀のローマ帝国の迫害、の備えを背景にですね、終末の患難を予測し、ね、その中でまあ教会が患難の中で大抵ね明かしするようにね、神様がエジプトの災害で守ってくださったかのようにですね、患難のただ中で神の民を守られるというねメッセージで溢れている素晴らしい文章ですよね。そしてまあこれらの多様性はですね、有機性ね、有機的にまあ一体であるとね、人間の体にもいろんな部分がね多様な機能を持ってますけども、体としてこの一体ですよね。旧新約はですね、まあ、いろんな楽器を持って演奏しているですね、この、まあ、このシンフォニーという交響楽団ですね、このイザヤのようなですね、非常に荘厳なイザヤ書もあれば、ね、エレミア書のような涙の預言者、ね、預言者と言われる悲しみの調べに満ちたものもありますしですね、羊飼いアモスのような素朴な預言者もありますしね、いろんな、まあ、そういう、しかしですね、いろんな楽器があって、いろんな音色を出しているのね、バラバラではなしにですね、やはり一つのですね、この、まあ、シンフォニーというか、交響曲というかね、音楽を奏でているというね、そこに流れているですね、私たちはあのメッセージをですね、汲み取っていかないといけないということですね。でまあ、いろいろですね、相違す、どうなのかな、相反するんじゃないかなというね、そういう箇所もないことはないわけですけども、まあ、そういう場合はですね、この下手な解釈を接しないで、一致のある 95% でね、解釈するというね、この、まあ、私はいつもこうウェストミンスター信仰国家とこのローザンヌ聖約ね、ですと、まあ、昨日ちょっと紹介しましたけども、ウェストミンスター信仰国家ね、まあ、こんな感じで信仰国家と、まあ、小距離問答ね、ウェストミンスター小距離問答と言ってますけども、まあ、とっても素晴らしいものですね。まあ、聖書の真理を自転車のね、車輪のようにね、神の主権を中心に自転車のスポークのように遠距離で、まあ、こういうね各主題を描いている、ね、そのバランスにおいても、まあ、本当に芸術的なですね表現に満ちてますね。まあ、いろんな信仰告白を私たくさん持っていて、まあ、いろいろ目通すんですけどね、やはりウェストミンスター信仰告白っていうのは、まあ
まあ、ズバ抜けてますね。この文章がきれいですしね、もう明快ですしね、何かこう透き通った何かこうガラスのようにね、この真理が見えるというかね、その第一章にですね、まあ、聖書に関する聖書の信仰がありますけれども、信仰学の第一章の、まあ、第9項ね、この聖書解釈の無病の基準は聖書自身、ね、聖書は聖書によって解釈しなくて、ね、したがって、どの聖句の完全な意味について、ね、疑問のある場合、わからない場合、ね、その場合はですね、ね、もっと明らかに語る他の箇所によって探求して知らなければならない、ね、ね、一つの箇所で、ね、クエスチョンマークが出てくる、その時はね、明らかに語っている他の聖書の箇所からですね、この聖書をですね、解釈するようにね、しないといけないですね。で、こういう基準から離れたらですね、例えばペテロ書のですね、どう言いますか、ノアの時代に述べ伝えられたとかね、何かこう信頼者に述べ伝えられたような非常にですね、微妙な表現の箇所があるわけですけどね、あの箇所はですね、解釈の可能性として何百通りも解釈の可能性という議論のある箇所なんですね。で、その箇所を、ね、軸にしてですね、まあ何という先生だったか忘れましたけども、ね、聖書的セカンドチャンスみたいな、ここを軸にしてですね、他の教義をですね、再解釈していくんですね。そしたらですね、救いは死後にもあるという救済論が生まれていくんですね。しかしね、こういう最も難解な箇所、ね、難しい箇所は軸にしたらダメなんですよ、これはね。もう聖書解釈の原則から外れて、わからない場合はですね、明確に語る他の箇所から解釈しないといけない。で、そういう場合ね、それはね、例えばヘブル書でね、人間には一度死ぬこと、死後に定まっているとかね、もうはっきりですね、このもうどういうか、もうもう聖書全体にですね、語っているですね、はっきりしたメッセージがあるんです。人間に生きている間にしか救いのね、決断のチャンスはないということがね、書いてあるわけですよ、ね、もしそこを崩すと思われたら、もうこの福音理解が崩れてしまうぐらいのですね、大きなね、事柄なんだけども、こういう難解な箇所からですね、オセロみたいにね、ここをペラッとすると、ね、真っ白いオセロが、まあ、全部黒になってしまうぐらいのですね、それぐらいの福音理解の変質をですね、起こしているわけですよね。で、こういうのがまあ言ったらね、よく売れるんですよ、本がね、本としてね、うん、だからまあどういうか宗教の世界っていうのはね、ある人はまあ気が沈み意志が浮く世界であるというふうにね、言われます。本当に決体な世界なんです。眉唾の世界ね、イワシの頭の新人からとかね、もう何でも信じたらね、ええようになる。じゃあ聖書の福音理解はそうじゃないね。神様がね、明確にね、語っておられること、明確な手順でね、論理的にですね、きちっとね、整合性のある理解をですね、私たちは手にすることができる。それをコンパクトにまとめたのがね、こういう信仰法学とかね、だからまあ、信仰性いつも進めるんですけども、まあ、まあ、これとですね、それから、ローザンヌ聖ですね。これは、まあ、宣教のマグナカルタと言われましてね、宣教についての、まあ、歴史上最も素晴らしいし、骨格と言われているね、あれですね。だからまあまあ、祖神学も分厚いですけどね、祖神が学んだことをですね、その関連のこういう小教育問答とかね、信仰学、まあ、神道向けに、神道教育のために作られたものですからね、こういうのもね。だから、で、押さえておけばですね、非常に、どう言いますか、確信をですね、コンパクトに握ることができるし、そこを軸としてね、軸としてまた、この、聖書を解釈してね、はっきりメッセージが、聖書っていうのはね、いろいろ手紙のように書かれてたりですね、あるいはこの詩編なんかの場合は文学帳で書かれたりですね、いろいろ起こしてるわけですね。
だからね、このことだけから説教しようと思ったら非常にぼんやりしたメッセージになる。そうではなしにね、もう歴史の中でね、いろいろな神学的なね、格闘してきた人たちの歴史のね、遺産としてね、そういう研鑽の結果で、ね、こういう新興国でもできるわけですからね、でこういうものをですね、持ってまたこの聖書をですね、さらに深くその本質的に理解してね、そしてですね、この、まあ、二刀流のような形でメッセージを語るとですね、非常にはっきりしたメッセージが語れるようになるね、いうことですね、そして、まあ、聖書の教えの意味 の、 あの分析と、ね、いうことですね、まあ、教理的な材料が、ね、一貫性のある全体によってこの集められている、ね、神論であれば神について、ね、まあ、聖書の箇所、ね、人間だったら人間についての聖書です、ね、まあ、いろいろですね、まあ、テーマごとにですね、こうあの聖句が集められてきてね、そして、まあ、その聖書箇所の意味、ね、が、ね、本当にこの何を意味しているのか、ね、いうことをですね、この、まあ、研究するというかね、いうことですね。でその時に大事なのはですね、今日的な意味を読み込まない、ね、要するに聖書ね、聖書が書かれた、ね、そして書いた人の、ね、この著者の意味、ね、著者が意図した意味、ねね、これがまたテキストの意味だ、ね、ね、パウロであればパウロ、ね、ヨハネであればヨハネ、ね、ペテロであればペテロ、ね、でよく、まあね、こういう間違った教えの人がやるのはですね、聖書の文脈を無視してね、こうして書いてあるね、ところここだけ切り取ってですね、ね、そしてこのそうね、この本を書いた人は久保先生ですよね、レムナントなんかね、出版だってね、あの人なんかはですね、人間の死後にですね、読みがあって、ね、そして、まあ、そこで参ったら福音を聞くチャンスがあるというね、そういう、まあね、考え方で、それをこういうこの考え方の中にですね、これを持っていってね、そしてどう言いますか、この聖句をですね、この聖句をこの考え方の中で解釈するんですよね。そしたらですね、この、まあ、K 先生、ね、のですね、意味にこの変質するんですよ、この聖句が。手品のような話から言わせてね。だから私はこの本の、まあ、ただ分析評価をですね、牧師から分かっちゃった時にね、これは手品です。ね、今からその音楽を使うからくりを説明します、ね、要するに、まあ、この画伝飲水とかよく言いますけどね、画伝飲水ね、その言葉は確かにね、ある人はただとね、その言葉のその部分で切り取ってですね、テレビで流すとですね、その全体の文脈の中でね、聞かないとですね、別の意味になってしまうことがある。例えば ある政治家がですね、誰々の意見としてね、こういうのがありますと言ったりとかね、しかしその意見のある部分だけ切り取ってやると、その政治家の語ったこととして伝わるわけですよね、うん、そういうことよくジャーナリズムもね、間違ったジャーナリズムをやる系ですね、落としめるなりにね、でもまあ私たちはですね、この、ね、文脈の中でね、意味をいただいてきてね、よく、まあ、
テキストね、テキストがあるね、ここにテキストがある。テキストはですね、著者が意図した、ね、意味が、ね、込められる、ね、意味、ね、しかしですね、このテキストをですね、このテキストだけを切り取ってね、こういう、まあ、別の文脈で理解したらですね、別の意味になるという、このテキストはね、別の意味になる、意味に変質するということですね。これはまあ、エクソの、まあ、ちょっと道始めますけど、エクソの中に、まあ、読者応答批評ってね、聖書批評の中に出てくるんですけども、要するに A という A はまあイメージしたらちょっと面白いけどね、まあ、例えば、まあ、油絵ね、油絵が一枚あるとしますね。で、手の中に出すと、ね、絵を描いた人にはですね、その絵を描いた人の意味があるわけなんですね。しかしですね、読者応答批評というのはね、どういうことなんですよね。描いた人の意味がどうでもいいんだと、ね、そうじゃなしにですね、この絵を見た人がどう感じるかが全てである、ね、それがまあ読者応答批評というね、まあ、聖書批評の文芸批評とか、だからまあ言ったらテキストのみというね、まあ、宇田先生は福音主義神学創作の中にね、詳しく説明されてますけども、ね、だから今日、まあ、いろんな仲介書を読むとね、パウロの意味じゃなしに、この仲介してる人が新たな、ね、意味をね、生み出しているような仲介書も時々あるんですよね。非常に、まあ、考えさせられるというかね、まあ、少し外れてまたちょっと出せるんですけどね、例えばダビデとナタンのとこありますよね。ダビデが会員と殺人を積み上げして、預言者ナタンが、あなたがね、その人ですとね、ダビデはまあそんなやつ殺せとね、死罪でやっといた、あなたがその人ですって言った時にね、私はね、積み上げしましたとね、悔い改めた、まあ、シンプルな理解ですけどね。で、そのまあ聖書箇所のね、解釈についてのこういう本を読んだことがあるんですね。読書応答批評的なね、まあ、この東大 の、 教授 の、 人であったと思うんですけどね、面白い解釈でね、このナタンはね、ダビデに買収されていたんじゃないかという解釈をするんですよね、賄賂で。今日の政治家で、なぜかよくあるでしょ、こういう話はね、まあいろいろ裏工作しといてね、まあだから表では上手に演技してね、そしてまああと、まあ、ジャーナリズムを操作し処理するというね、でそのどう言いますか、今日のですね、政治の世界ので起こりうるですね、いろんな情景というかね、そういうことをまあこう背景ですね、私たちが福音主義的な素直なね、幼い子のような聖書解釈と比べて、ね、ものすごくねじ曲がったというかね、そういうまあ解釈を、まあ、あるのをね、いろいろ読んでね、いや、こういう解釈もあるんだなというね、まあ、改めてまあ感心したというかね、まあ、そういう傾向をね、今日、まあ、一つあるということですね。まあ、これはまあアドバンストのレベルの、まあ、話ですけどね、まあ、私たちは、まあ、私たちはですね、そういう、まあ、動きみたいに、やはり私たちは、ね、この、ね、テキストは、ね、ローマ人ではパウロが意図した意味が全てである、ね、それをまあ言ったら、ね、私たちは、まあ、踏み出すべきであると、まあ、考えられますね。でも、まあ時々はね、背景を無視してね、候補を私たちも直感的に踏み出している場合、実はそのテキストはそういうことを意味していない場合もね、時々あるわけですね、この直感的解釈ね、
まあ聖書解釈には直感的解釈ね、直感的解釈、そして、歴史的文法的解釈ね、ね、これはまあ一世紀の状況の中でね、こちらはまあいたらね、そういう背景とか関係なしに、まあ、テキストのみでね、そのテキストが自分に語りかけているように読むというね、そういうまあ読み方ですよね。これは経験主義的な伝統というかね、どう言いますか、静止の時に読むようなね、簡単な本により多い読み方ですね。パッと読んでそこから直感的にね教えられる例話とかね、解釈とか霊的洞察とか、まあ、悪いことはないんですよ。悪いことはないんだけども、時には悪いこともね、全然別の意味になるし、ね、これは歴史的語で、これは1世紀の意味ね、まあ、1世紀、まあ、新約に関してね、1世紀の意味を正確に組み出そうとする、ね、こちらはですね、まあ読者ね、読者の視点で読むとね、歴史的なことは度外視ですね。で3番目に、まあ、文化脈的解釈というね、文化脈的解釈というのはこの1世紀の意味をですね、1世紀の意味をですね、この中からですね、本質をね、本質を、まあ、抽出してね、そして、まあ、21世紀にね、の中にですね、本質を変えずにこうね、受肉させるというね、このような感じですよね。まあ、このあたりが、まあ、特に3があたりがですね、まあ、1、2、3組だったようなことですけども、エリクソンの今日家のね、章の中で語られている、ね、どちらにしても、まあ、その書かれた時代ので意図されていた意味を汲み取るというね、ことにまず努力して、ね、この箇所の本当の意味は何か、ね、いうことですね、まあ、このことに、まあ、もう肉薄していくというかね、まあ、そういう面でですね、まあ、こういう入門的なところに入っていってですね、だんだんこう専門的になって、まあ、このジョン・マーレとかビル・ケンスあたりになってくるとね、本当にですね、深い、そういうね、この1世紀の状況の中でこの意味というものがね、立体的に解き明かされている優れた中華書ね、次は歴史的取り扱いの吟味ですね。で、まあ授業の中ですね、いろいろ、まあ、リベラリズムとかですね、いろいろちょっと理解届かないところあるかもわかりませんけどね、そういう場合はメモしておいて、当日にあるキリスト教辞典とかね、新キリスト教辞典とか、そういうところにわりかしそういう神学的な用語とか運動とか教えたりする簡単な解説がありますのでね、またそんなところは開いてね、自分で学んでもらったらいいですね。まあ、本当はキリスト教のですね、そういう教義の歴史、福音主義、神学研究とかね、まあ、以前もちょっとやってたんですけども、生駒聖書学院でその科目を教えてるんですけども、KBI の場合は教師の数が多いからね、組織神学だけ教えてくれるとだったんでね、そこまでちょっと教えが行き届かないんですけども、まあとは、まあ、自学自習でね、まあ、補ってほしいですね。
歴史的取り扱いの吟味ですね、まあ、一つの教理がですね、まあ、あの歴史の中で、まあ、どのように取り扱われるかですね、いうことを、まあ、あの見ていくと、ねね、まあ、教理史というものですけども、教理の歴史、ね、まあ、今日の歴史を簡単に見るとですね、やはり最初の古代の頃はですね、まあ、キリストの位置づけ、ね、キリストが、ね、神なのかどうか、ね、キリストは神であり、人間なのかとかね、そういう、まあ、あのキリストの位置づけがですね、教理の非常に、まあ、中心的な、まあ、議論、ね、になっている、ね、だからこの辺りでは、まあ、三位一体論とかね、まあ、神論にもあたりますけれども、あるいは、まあ、キリストの神であり人であるというね、二世ね、そして、まあ、一人格ね、という論というね、こういうのが、まあ、いろいろ議論になるね、でそういう、まあ、成果がね、いろいろ、まあ、よく研究されるね、古代ね、中世で流れてですね、そして、宗教改革ねになってくるとですね、ここでは、まあ、聖書観、ね、聖書とは何なのか、ね、あるいはこの人間が救われるためには、ね、信仰だけでいいのか、技も必要なのか、ね、信仰義務、ね、救済のですね、あるいは、まあ、この教会、ね、教会とはカソリックのようにですね、ヒエラルキー、ね、ピラミッド型なのか、あるいは、ね、神の改宗としての教会がね、ということで、まあ、あの教会観とか義人論とかね、聖書観とかね、私たちが、まあ、これから学んでいくですね、まあ、この教義が歴史の中でですね、だんだんね、それに関する政府がですね、の教えが、まあ、言ったら整理されてきたね、ということですね。歴史の中で、まあ、あのいろんなテーマについてね、いろんな神学者がね、どのような見解を持ったのか、ね、その教えについてどのような逸脱が起こったのかとかね、そういうことを、まあ、見ていくとですね、これは格論でまたいろいろね、見ていきますね。そして、まあ、他の文化で持つ視点の検討も、まあ、必要であるとね。うちは、まあ、グローバルな時代と、ね、いうことですね、まあ、例えば、まあ、このグローバリゼーションで、ね、南北のアメリカというものをね、こう考えまあ、そうですね。アメリカは非常に、北アメリカは非常に豊かな国ですね。そして、まあ、そこではですね、まあ、教会成長とかね、いろいろ、まあ、あの、ことがですね、話題になる、そういう、まあ、世界ですね。しかしですね、この、南アメリカの方に行くとですね、今はだいぶ変化もあるでしょうけども、以前はですね、国民のわずか数パーセントの人が国の富の、まあ、ね、90% 以上握っているというね、そしてまたその残りの9割ほどの人がまともに飲み水も十分もらえないというね、そういう、まあ、まあ、まあ、非常に格差のある社会というかね、でその前から格差のある、ね、社会をですね、のを、まあ、ある面利用してですね、この豊かさを保っているのが、まあ、米国を中心とした国のあり方という、ね、それを支えているのがキリスト教会であるというね、そういうふうな構造があってね、どう言いますか、アフリカ選挙なんかどっちかヨーロッパからはもともとの植民地ということもあってね、こういう、まあ、南アメリカに対してはアメリカですね、非常に影響力ですね。で、まあ、ある宣教師ね、カトリックの宣教師なんかに行ってですね、そういう社会をね、見つめてね、そしてこの
思いますか。それを、まあ、生活改善、生活改善しようとしてね、いろいろ前から技術を教え、小さな共同体を築きね、そして、まあ、生活改善ですね、教育改善したり、技術、能力につけても社会的に、まあ、少しもう少し、マシな生活できるように、ね、努力をね、いろいろ重ねて、ね、そうね、おったわけですね。しかしですね、そういう動きがですね、ある面もあったら、そういう、まあ、大事主といいますか、あるいはこう、そういう搾取社会を、まあ、あったら、あこう変化を持った